にちは、まえチャンネルまえはらです。はい、今日はシャーラさんに僕の好きな虫を教えてあげます。よいしょ。僕の好きな虫は、じゃーん。ヘルクレスオオカブトです。Wow, that's big. 英語でなんて言うんだろう。はい、こんにちは。あれ、エルシン君、もしかして英語がわからないのかな？わからないです。僕が教えてあげろよ。ありがとうございます。なんていうかっていうと、Me like カブトムシ。あ、no no 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 no. I like カブトムシ。I like カブトムシ。Yeah, perfect. Oh, sorry. I like カブトムシ。Me too. なんでこのカブトムシが好きかというと、長い角と毛があるからです。英語でなんて言うんだろう。あ、また分からなくなったかな。はい。それを英語で言うと、long 角 and hair, cool and like. Long 角 No, 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 no.Long horn, long horn, cool hair, cool hair. So I like it. So I like it. Yeah, awesome. Sorry. シャーラさんは何の虫が好きですか？英語でなんて言うんだろう。またわからなくなっちゃったかな？またです。またわからなくなっちゃった。You 虫 like?No, no, 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 not Mushi, not Mushi. What's your favorite? What's your favorite? Bug. Bug. Bug, yeah, Mushi is bug. What's your favorite bug? What's your favorite bug? Nice, perfect. My favorite bug is... 普通のカブトムシが好きです。て、日本語しゃべるの？ちょっと質問があるんですけど、はい、この喋り方やめていいですか、そのまま。いや、全然いいです。あ、いいですか。ありがとうございます。あ、違うから。カブトムシとクワガタムシは同じビートルですよね。英語でですか？はい。そうです。カブトムシは何ビートルって言うんですか？カブトムシはライノセラスビートル。ライノセラスビートル。そう、パーフェクト。Yeah. クワガタムシは？クワガタムシはステーグビートル。ステーグビートル。パーフェクト。ステーグビートル。そう。両方ともビートルなんですね。そう。はい、うん。詳しく分かんなかったらそのまま全部ビートルで大丈夫です。ビートル。今日ね、お話聞いててびっくりしたのが、日本では結構いろんな国のカブトムシとかクワガタムシをこう輸入して飼ってたりするけど、はい、海外ではそんなことがないっていうふうに全くないです、ね、びっくりしたね。ペットで飼うことがないの、うん、ない。でもさ、普通に考えてみるとやっぱりこれかっこいいと思う。かっこいいよ ね、 いいよ ね、 いいね、ペットとして飼うのは、ね、海外でもやればいいのに。日本に来てこれペットで飼うのって初めて知ってすごくびっくりしました。そうですよね。でもその後すごく好きになって、やっぱり可愛いと思って自分で飼ったこともあります。コーカサスを飼ってたんですよね。はい、これ一番かっこいいやつを選びました。かっこいい。これうちも飼いたいもん。飼いたい、ね、今回これがあるからちょっと飼ってみようか。うん、ね、飼ってみたい。飼ってみようかね。はい、ということで今回ですね、シャーラさんに一緒にやっていただきましたけど、ありがとうございました。普段はどんな動画を投稿されてるんですか？日本の紹介とか、なんかカナダ人ですけど日本に来て、はい、面白いって感じたことを英語で説明して、日本語の字幕をつけてます。ああ、そうなんですね。そういう感じです。皆さん、はい、字幕オンにすれば字幕が見られます。はい、見れます。じゃあぜひ。あ、字幕つけてるんですか？そう、すごいね。ぜひシェラさんの動画を見に行ってみてください。よろしくお願いします。はい、ということで今回はこんな形でやってみました。あー、ほんとやった。以上でございます。バイバイ。